無事試験に合格することができたフィリス。外の世界を旅した彼女は一回りも二回りも成長し、立派な錬金術師となってエルドナの町に帰ってきました。フィリスはしばらく休養を兼ねて町にとどまり、人々の悩み事を錬金術で解決することにします。しかしそんな彼女の頭の中はある考えでいっぱいのようで。フィリス、近所の奥さんから緊急で食あたりの薬が欲しいんですって。ああ、うん、わかった、すぐに調合しちゃうね。フィリス、ツルハシが壊れちゃったんだけど直してもらえるかい？うん、そこら辺に置いておいて、後で直しとくから。フィリス、外でうまい食いもんがなかったかの？あったら錬金術で再現してほしいんだな。それは錬金術じゃなくてもできるので、また後で。忙しそうね、フィリスちゃん。リアネ、ちょうどいいところに。ねえねえ、今度はいつにする？いつにするって何を？やだな、決まってるじゃない。旅だよ、旅。すっかり旅の魅力に取りつかれてしまったフィリス。彼女の不思議な旅はまだまだ始まったばかりです。このお薬を作ったら、次は葉っぱ用の爆弾で、それから…フィリスちゃん、また追加でお仕事よ。行動で使う松明を作ってほしいんですって。はい、松明だから材料はこれとこれで、あとは適当にかき混ぜて。ねえ、大丈夫？なんだか釜の色おかしなことになってるけど。ん？そんなことある？リアネ、伏せて！フィリスちゃん、お仕事が忙しいのはわかるけど、それにしても最近ちょっと失敗が多すぎない？なんだか上の空みたいだけど、そんなことじゃダメよ。はい、ごめんなさい。ちょっと気分転換に行ってくるね。久しぶりにお空でも見に行こう。